ありがとうございます。本日岡畑にやってまいりました。じゃあ前にちょっと見かけた麻雀ひまわりっていうところから回っていきたいと思います。はい、やりました。こちら駅から徒歩1分、これですね、リーチ麻雀ひまわり。お一人様歓迎。いや、真っ昼間なんですけど、たくたってますよね。それでは、行きます。現状こんな感じ。はい、冷たいお茶をください。どうも、はい、ありがとうございました。はい、お気がした。いや、いいルールでしたね。ピンの1-3で赤に金の馬が1枚で、泣き衆議500ポイントの金が1000ポイントで、一本馬1500点と、ルールはめちゃくちゃいいですね。で、同卓したのがおじいちゃんと年配のメンバーさん2人、お客さんは結構年齢層高めな感じかなって。で、そのお客さんのおじいちゃんが、お兄さんちょっと遅いけど勘弁してくれやみたいな、最初に一声かけてくれて、あ、大丈夫ですみたいな、まあ、一声かけてくれるとね。で、そのおじいちゃんなんですけど、まあね、遅いのはねいいんですよ。ただあのね、もう耳も悪くて、で目もあんま見えてないみたいな感じだったので、もう常に全治なんですよ。だからもうハンチャン3回打ったんですけど、おじいちゃん飛び飛び出すみたいな、あのペースで負けるとどれぐらい負けるんだろう不毛なのかな。でそうするとなんかちょっと麻雀も変わってくるんですよ。僕が金さんのトップ目で2着目からリーチが入ると、でおじいちゃんもう4セットぐらいしか持ってないんですよ。でリーチかかったらもうおじいちゃん押すから、おじいちゃん押すってことはそこでおじいちゃん飛んでゲーム終了になるぐらいだったら、いやいや俺が行くよっつって、おい、こんな手から押すのみたいなとこからペシペシブスジュってまあね、僕が漫画刺さっても次局ありますからね。で次局は僕が先生リーチ打って、でおじいちゃんからまた取り返すってなんか別のゲームやってた気がするな。はい、というまあそんな感じでした。次のじゃあそれ行ってまいりましょう。はい、じゃあ来ました、こちら麻雀スマイルくんこれなんかスマイルっていうよりなんかもう目いってね気持ち悪いぞ、なんかじゃあちょっと開けます。ん、これはこれもうお店なくなってるかもしれないですね。ちょっと調べてみるか。あら、残念、お店はちょっと前にもうなくなってしまってみたいですね。間に合わなかったかということで、まあ次のお店を目指してみます。今ちょっと道歩いてたら見つけたんですけど、これニューロン麻雀スクール。なんか名古屋にいた時に一回ここの系列行ったことあって、確かね、風営法とかの申請はしてない、もう純粋にカルチャースクールとしての麻雀教室だったんです。だから小中学生とかも入れる麻雀施設、結構全国いろんなところに点在してるみたいですね。せっかく見かけたんで、今日ちょっとこれ行ってみます。これまたちょっと不思議な話なんですけど、まあそのノーレードマージャンでも風営法の許可を取ってるところと取ってないところあると、でちゃんと風営法の許可を申請すると18歳になると入れないだけど、カルチャースクールとしてマージャン教室とかちゃんと動くと全然制限がないのに入ってくる、不思議な話です。日本という団体でやっているカルチャー教室の麻雀教室に行っています。麻雀をしている最中にかけない、飲まない、吸わないということでやらせていただいております。麻雀のご経験はこういうテントだとかでリアルな麻雀を使ってという感じで大丈夫ですか？はい、であればこちらの中級コース経験したことのどちらかになると思います。はい、お疲れ様でした。めっちゃいいですね。いや、僕行った時8卓ぐらい立ってました。メインのお客さんがなんか高齢者のおばあちゃんみたいな、あとおじいちゃんもちょっとぐらいで、みんな静かにちゃんと健康マージャンやってました。でもらったのはこの会員カードと、あとなんかこのパンフレットもらったんですけど、料金設定をねざっくり説明してもらって、大体なんですけど、最初入場料に500円で、その後30分につき150円、だからフラット行って2時間遊んで1100円です。で5時間6時間とか遊んでも2000円ちょっとぐらいですかね。めちゃくちゃ安いですね。NPO 法人やってるからなのかわかんないですけど、これね、麻雀、まだフリーチャンス怖いよとか、お金かけるの、なんかあんま、
まだちょっとみたいな人でもうめちゃくちゃいいですね。なんかね、コースがいろいろあって、定数計算できない人コースみたいなと、まあ一通り自分でできるよコースみたいな、なんか3つぐらい種類あって、定数計算できない、役の申告とかできないよみたいな人たちも結構いたんで、これから麻雀覚えたやつってほんとバッチリですね。いや、こういうとこのた宣伝しとかなきゃいけないんだな、俺。私このニューロンね、都内にめっちゃあるんですよ、数が。チェーンでやってるってことは、どこもちゃんとしっかりしてるってことなんで、自分のね、住んでる地区のお近くのニューロン探して行ってみると料金も安いし、めちゃいい環境で麻雀覚えられます。超おすすめ、マジで。いや、これはなんかあれだな、動画ヤマキとか送り込むかいや、まずこれは宣伝しなあかん、本当に。で、まあこんな感じでしたということで、まあちょっと麻雀やったんで、そろそろ飯行きますか。はい、ということでやってまいりました。こちらですね、ニーハオ本店。話を聞く感じですね、蒲田というと羽根付き餃子が有名らしくて、今日はここ行ってみたいと思います。こちら日替わりメニューだって。ナスと鶏肉のオイスターソース炒めの焼き餃子で、ご飯を盛りの瓶ビールできました。いや、間違いないね。あの牛肉とナスの炒め物、マジで冗談抜きに宝石に見えた。そう、ひまわりでね、お茶言ってたんですよ、蒲田来たらとりあえず羽根付き餃子食っとけって。間違いない。さて、それじゃあ次のチャンスを目指していきましょう。あいつ、さっきのとこから5分ぐらいですね、歩いてきました。ああ、そうですね、これリーチマーちゃん、ナナちゃん。蒲田駅の東口の方ですね。おお、なんだ、早速特殊杯の香りがする。やっぱりナナちゃんとそういうことか。はい、こんな感じです。いらっしゃいません。うちはね、赤がね、ナナ、赤がナナです。あとは、はい、やってきました。まあ、よくも悪くも普通のピンチャンですね。赤灰が7に入って、チーマン、チーソ、チーピン。で、7の日だけチーマンが金色になるそうです。あ、ちょっと変わったルールですね。客層も結構高齢の方多い感じでした。ルールはピンの1スピンかな？あと、K 点がなかったですね。まあ、大体そんな感じで。で、赤い7といえば、僕以前トヨタで、機関従業員の仕事やったことあるんですね。その時に言ってたじゃん、そのステージ7っていうところでも全く同じ赤の7杯を使ってて、なんかその時のことを思い出しながら言ってましたね。赤が7に入ってると一見バランス悪そうに見えるんですけど、これが意外にね、5に入ってるとどうしても手を内側に寄せがちじゃないですか。ただ7に赤杯が入ってると主にチャンタとかジュンチャンとかね、その辺の手役が結構現実味を帯びてくるんですよね。役チャンタドラドラ、ジュンチャンドラドラとかね、意外に面白かったりします。で、僕今2回しか打たなくて2連勝だったんですけど、半チャン2回のうちに3回チョンボが発生しました。1回目は9死9敗だと思って倒した牌が8種しかなくてチョンボ、2回目がロンって言った牌が実はポンで、え、ダメって言われてチョンボ、で3回目がロンって言って倒したのが、いや、お前それ張ってねえじゃん、ロンテンを倒してのチョンボと。だからね、俺あんま上がってないんですよ。俺あんま上がってないんだけど、勝手に順位が繰り上がってて勝ちましたまあまあこんなこともあるそうだからね、チョンボはまあ結構初心者の人とかチョンボしたらもう、うわ、やっちゃったみたいな、初
消防壊してしまったみたいな思う人もいると思うんですけど、全然あるんで、本当ああいうおじいちゃんの多いジャンソリって特に多分ニャンペーコーとかよりは全然チョコの方がすげえに高いと思います。はい、でまあそんな感じで、ナナちゃんというジャンソリでした。それじゃあ次行きます。ありました、マージャン富士7階ですね。マージャン富士ご利用いただきありがとうございます。この際マージャンホワイトとして3月 BGC 記憶によって、ほう、マージャン富士さんは今もうないみたいですね。マージャンホワイトってただ新橋にあったチャンスになってる、まあ、とりあえずやってないってことなんで、ここに行きましょう。やっと見つけました。これですね、マージャン凱旋門。外に縦看板の一つもない、客呼ぶ気ねえだろ。会議は止まりません。え、あ、なんかエレベーターのとこなんか金払えてるわ。いや、これ多分もうなくなっちゃってるんですね。一応電話してみます。はい、一応王国に載ってる番号に電話したんですけど、よくわかんない居酒屋に繋がっちゃったんで、まあおそらくやってないっていうか、もうなくなってしまったんでしょう。だからどうしようかな、ちょっと調べます。入り口からちょっと歩くとセンチュリーっていう店あるみたいな、そっち行ってみます。あ、あれだな、あれだな、あ、ありました、ありました。なんかマージャンセンチュリー、あ、こっちにも看板あった、これ。なんかいい雰囲気漂ってる。マージャンは認知症用語か。はい、じゃあ、ただいま。はい、どうも、はい、どうも。はい、お疲れ様でした。終わってきました。いや、めっちゃ周期引かれた。これルール良かったですね。ピンの1530でしたね。ワンスリーよりちょっと気持ち大きい感じで。であとは普通ですね。赤3枚入って。で、今この時間に3択回れちゃって。でお店の人もなんかテキパキ動いてたんで、結構常連のお客さんが多い感じのお店なんかなと思います。なんかお客さん同士が仲良さそうに言ってたんで、なんか雰囲気すごい良かったです。はい、じゃあ今日は結構行ったんでこんな感じですかね。はい、ではお疲れ様でした。今日は蒲田周辺のジャンスを巡りました。で僕が行ったとこ以外にもこの辺だとズーとかウェルカムとかとマップとマーチャンもありますね。もうチェーン店は一通りある。だからね、蒲田はすごいマーチャン天国だ。ジャンソーがね、こんなあると思わなかったな。まあチェーン店はね、どこ行っても間違いないです。僕はちょっと動画のなんだろう、構成上というか、ね、個人店回ってますけど、マジで慣れてない人行くんだったら絶対まずチェーン店行って、いろいろとなんか所作なんだろう教えてもらってから、これなんか個人店とかね、いろいろ冒険してみるといいと思います。まあそうだな、行ったやつで言うと、で麻雀これから覚えたいよっていう方はニューロン麻雀スクールで、なるべく安く遊びたいよっていう方はドラミちゃんとかパークとか、あとはいろんなとこ行ってみたいよっていう方はひまわりとか、あと東口のナナちゃんとかですね。あとトンプ打ちたいよっていう方だったらジャンユーとかね、その辺がいいんじゃないでしょうか。はい、という感じで、まあ大きい駅にある雀荘はね、一通りチェックしていきたいなと思ってますんで、動画良かったよっていう方いましたら高評価とチャンネル登録ボタンを押していただければありがたいです。ということでお疲れ様でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。